今日はこれで終わります。と明日からもうちょっと練習強度が上がっていくんで、今日は治療に今から行きます。見てください、この前の試合で初めて入ったんですけど、もうこんなにドロドロ、真っ白の皿よりはいいですかね。ちょっとだけ拭いたんですけど、汚ねー。初めて水野です。これで元食べるように頑張ります。今から、治療に行きます。今日の運転手さんはこの人です。 NTN の幅跳び選手です。お願いします。じゃあな。